たいのはですね、この尋問書部屋記をさせていただくにあたりまして、準備していただいた皆様、そしてまたお越しいただいている皆様ももちろんなんですけれども、こういった形で開催させていただきますことを本当に、熱くお礼申し上げます。ありがとうございます。本当にたくさんの方に来ていただいているので頭が真っ白になってるんですけれども、ダメだよ。私から皆様にお話ししたいこと、これからの横須賀市をどうしていきたいのかということをですね、お話しさせていただければと思います。演説などでもですね、皆様にお伝えしていることなんですけれども、私はですね、いろんな政策、私はですね、人物経済の産地を促進していくべきだという形で政策を推進していきます。でただですね、それよりもっと前にやらなければいけないことがあると感じています。それは今の横須賀市の議会です。特に先ほどお話もいただきましたけれども、吉田裕二さんのところでこれまでインターンシップという形で勉強させていただいてきた中で、委員会や本会議を募集していきました。でその中で本当に感じたこと、横須賀市の政治の中で大きく2つ私は問題だと感じました。その1つは、まずは私たちの意見が今の議会の中にしっかりと届いているのかということなんですね。その傍聴したときに本当に感じたのが、例えば議決をする際に党や会派の方々が全部一緒の意見になってしまった。田村市長の時はみんながみんなオール与党で賛成してしまっている。そして2年前に吉田裕二市長が就任してから反対の時は皆さんもう反対に回ってしまっている。果たしてそれが私たちの意見を汲み取っての議会なのでしょうかと、それ本当に残念で、そして変えなければいけないという横須賀市の政治の一つの大きな問題です。そしてもう一つは、そういった横須賀市の政治の情報が私たちにまだまだ届いていないということなんですね。これまで山本君や皆さんと一緒に街頭に立ったり、いろんなところで活動してきました。でその中で一度アンケートを取らせていただいたんですね。お配りしたのチラシにも書かせていただいているんですけれども、そのアンケート、横須賀市の政治の情報が皆さんに届いていますかというアンケートを取りました。その中でなんと 86% の方々、5人のうち4人の方々に、私たちと働いて汗水流して働いて、その税金の使い道、そういった政治の情報が私たちに届いていないんです。そういったことがもう一つ横須賀市の大きな問題として私は変えなければいけないと思ったことです。でそういったことをしっかりと皆様に今の活動でも心がけていることなんですけれども、伝えていく政治、皆様にしっかりと選挙に関係なく伝えていかなければいけない、そういったことを思ってですね、これからも選挙終わってもしっかりと続けていきたいと思っています。その2つ、大きな2つが今の議会で変えなければいけないことですね、私から申し上げさせていただきました。そしてもう一つですね、皆様にお伝えしたいこと、それはこのキャッチフレーズなんですね。キャッチフレーズ、この起こすか起こすかと、ただのダジャレなんじゃないかと思う方も多いと思うんですけれども、これはですね、いろんな意味がこもっておりまして、まずは自分のできることから行動を起こしていく、そういったことを起こすという意味と、そして私たちで新しい風を起こしていく、そういった起こしていく、そしてもう一つは、さらには私たちの町の横須賀市の政治の町を、横須賀市の町を起こしていこうということも、私だけではなくて皆さんのお一人一人でそういったお気持ちを持っていただいていただきたいんです。で今よく政治家の方々が言われております。少子化が進んでると、高齢化が進んでると、そして景気も悪くて閉塞感が漂ってるとよく言われております。ただ果たしてそういった悪いことばかり言ってるだけじゃなくて、言葉だけではなくて、まずは自分のできることからやっていかなければいけないんだと、じゃなきゃ今の横須賀市の街は良くならないんだという思いで、この起こすか起こすかというキャッチフレーズをつけさせていただきました。
ぜひですね、私一人の力では全く何もできません。皆様とこの思いをですね、一つにして、今の横須賀市の政治、そして横須賀市の街を良くしていこうと、変えていきましょうという思いで、皆様にもぜひご協力いただければと思います。これからもいろいろとご協力、そしてご迷惑などをおかけすると思いますが、一つどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございます。